庭に実ったみかんの収穫をしようと思います。結構収穫できそうですね。向こうの方は柿も実ってます。後で撮ってみましょう。回すんですかね。どうやって撮るの。切るのかな。あ、取れました。2個。取れない。これは何か切るものを持ってきたのがいいですね。中断します。ハサミを持ってきました。これでカットしましょう。切れないね。なかなか難しい。撮影しながら切るのはなかなか難しいですね。じゃあ続けて撮ってみましょう。みかんかなり収穫できました。でももうちょっとあるんで頑張ります。今日のみかんの収穫は約40個です。途中、近所の奥様が通りを通ったので何個か差し上げました。まだ青いみかんはいくつか残しておきました。また収穫します。収穫したみかんを食べてみます。うん、ちょっと酸っぱいかな。でもすごく美味しい。
また収穫が楽しみです。それでは次に甘柿の収穫をします。甘柿を3個収穫しました。収穫できたみかんをまず簡単に洗っていきたいと思います。